てましたね。じゃあこの後生の鶏肉と生の馬肉を揚げていきます。夜ご飯はスナネコと同じくひよこやネズミ、あとはプラスでケイトウというニワトリの頭の骨を食べています。ちなみに天井にぶら下がっている赤いもの、あれは鹿の骨です。あれもバリバリと食べてしまいます。あ、気やめて気やめて、気やめて、取れないね、ごめんごめん。津島山猫は日本の長崎県津島にのみ生息をしている野生の猫科の動物です。現在ですね、絶滅危惧1 A 類という非常に数が少なくなっている絶滅危惧種になります。すごいすごいすごい。その原因は様々挙げられておりますが、生息地の環境の悪化であったりとか、一番問題視されていますのは交通事故です。そして現在野生の生息数、野生の生息数は約100頭ほどと、そこまで非常に数が減ってきてしまっています。はい、対馬山猫の保全活動についてご説明いたします。那須動物王国はですね、対馬山猫米というお米レストランで提供させていただいているのと、お土産でも販売しております。対馬山猫は、田んぼを基本とした田んぼを餌場としていますので、対馬山猫米を買っていただくと、その売り上げが対馬山猫が餌場としている田んぼを維持するために、使われます。なのでですね、ぜひ、お帰りの際は、売店に立ち寄っていただいて対馬山猫米チェックしてみてください。ラスト1個です。はい、ごちそうさまでした。美味しかったね。もう諦めてもそれは落ちちゃった、ごめんね、あとで、ああごめんね、ちょっとごめんね、どれ落っこちゃいましたね。いいよ、あとで取ってあげるから諦めて。